夜行の繁栄を祝って恒例の港祭りが7月22日盛大に行われました。名古屋港は中部日本の表玄関にふさわしい躍進を続け、7月29日には入港船舶39隻を数え、その総トン数は実に18万5200トンという開港以来の最高トン数を記録。この日、自動車、陶磁器、繊維製品、機械類などの輸出品が大量に積み出されました。こうして名古屋港は日に日に大きな発展を続けています。愛知県は日本一のスイカの産地です。豊橋、三好の開拓地をはじめ、県下各地では共同出荷を一段と強化、新しい栽培法が功を奏して、今年は大豊作です。味も形も立派なものばかり、県外にもどんどん送り出されて、ますます好評を博しています。社会福祉のサービスセンター、愛知県社会福祉会館がこのほど完成、7月31日には竣工式が行われました。ここには恵まれない人たちのための宿泊施設や結婚式場も設けられています。身体障害者など気の毒な人々の職業補導や受産事業も行っています。児童が心身ともに健やかに育つよう、中央児童相談所には相談室、診察室を設け、特に児童の行動を本人にはわからないように観察できる精神発達の測定や性格検査を行う遊戯治療室なども整っています。この会館は他に社会福祉協議会など関係団体の活動の拠点となり、県民福祉の増進に大きな使命を果たすことでしょう。